おはようございます。釣り子 TV です。川村浩太郎さん率いるボトムアップの釣れ線ブラップスイマー。これにね、3.3 インチっていうね、ほんとね、食わせのサイズが、販売されていたので、早速ね、一袋、一箱になるのかな、ブリスターパッケージですけども、買ってきてみました。ね、結構サイズ展開が多いのと早いですよね。各そのワームで形はもうそれで突き詰めて、でボトムアップのなんか印象なんですけども、シュリンプとかその他のワームとかもね、微妙なこの、こういうサイズあったらなーなんて思ってたのがすぐ出てきますね。ありがたいですよね。でバラップスイマーね、大きなサイズ結構もう動きが良くてね、去年なんかも出て速攻使ったらすぐ釣れたりとかしたので、それのもう何ですかね、これ超食わせのサイズですね。で3インチでなくて、こう微妙にこの 3.3 インチってね、いろいろちょっとした、サイズ感試してみながら、ほんと食わせに特化するってなるとここら辺のサイズになってくるんですかね。で数がね 1,2,3,4,5,6,7 7匹入ってくれているので、価格はねだいたいね店頭だと830円ぐらいだったかなっていう感じなんですけども、早速ね、新作ルアーということでどんな感じかね、開けて手元で見ていきたいと思います。ブリスターパッケージタカダーンと開いて、はいやあらららららら、らこれはね、ちょっとなんだろう、釣れそうなサイズ感ですね。で匂いもね結構ねがっつり、これねちょっといろいろルアーを買ってきて、でなんかどれかから匂いがしてるなって思ったんですけど、多分これですね。まあね、なかなかいい匂いですよ。あのバスにはとてもいい匂いなんだと思うんですが、まあなんとも言える、なんだろうな、これエビ、イカ、ベイトフィッシュの粉末をトリプル配合ね。エビ、ね、イカ臭くもありで、ベイトフィッシュの要素の匂いも、だからこれもうほんとなんとも言えない匂いがする割に、結構ねパッケージがねシンプルな作りなんで、これ釣り具屋さんでもしかして何か匂ってきたらボトムアップのせいな可能性がありますね。まあまあまあ別に嫌いな匂いじゃないんでいいんですけども、で、はい、こうね、スリットが入っていて、ね、ここ入っていて、で顎周りがねちょっとこう肉厚に作られているっていうところ変わらずですね。で、背中にもここに針を出すんだよなんて分かりやすいね、スリットちょっとしたスリットが入っていて、でまあ色がねこれね、なんか最近この色あるとついつい買っちゃうんですけど、グリッパンチャート2っていうカラーですね。これはでテールはなんていうんですかね、本当ねこの手のワームって多いから、各メーカーちょっとしたここの強さと後ろのこれの作りのちょっとした違いなんでしょうけどね、本当ね、ガンクラフトのやつとか、あとはレイドジャパンのやつとかね、あの素材感とすごいシンプルな形なんだけど、まああとはゲイリー山本のレレックワームシリーズとかハートテールとかも含めると。似たようなはめちゃくちゃあるんだけど、ほんと全部違うんですよね。でじゃあどれをどこで出すかっていうのはまたねほんと悩ましいとこではあるんですけども、まあ、説明書き書いてあると思うので、このブラップスイマーについては、本物の小魚と錯覚させるリアルシェイプ、水平姿勢スイミング、高速ウォーブ&ロールアクションということで、スローリトリーブでもテールを振り、ボディ側面を目まぐるしくちらつかせる複雑な視覚効果でバイトを誘発、スッキング性能を追求した背、浅、腹、深のスリット、針先を肉盛りに隠せることでスナックレス性能も抜群ですということで、まあ、ノーシンカーリグいいよということと、ウェイテッドフックリグもいいよということと、あとジグトレーラー、あとジグヘッドにもいいよなんていうふうに書いてありますけども、
ノーシンカーリグでね、この 3.3 インチって微妙なサイズ感だとまず使ってみたいなってのがあって、結構これからの時期ですね、アフタースポーンでこうバスが回復して上流とかに刺してきたタイミングで、普段だとね、あのゲイリー山本の 2.9 インチのレッグアーム、これでね、そのフラフラとね泳いでるバスをサイトで見つけたり、あとはオフサイトで狙ったりしてるんですけども、 3.31 なんで本当ね、そんな使い方で使ってみたいなと思ってね、一袋買ってみたんですよね。でもちろんね、あの 2.9 インチでゲイリーのねレッグワームとかめちゃくちゃ、ね、飛ぶんですけども、ベイトとかだとちょっとね飛ばしづらいなって感じる時があって、まあそんな時にねハートテールのね新しいサイズとか使えばいいのかもしれないんですけども、あれ結構ボディが肉厚でブリン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 動く印象なので、それよりこうステルス性能というか、なんていうか、こうよりナチュラルに狙いたいんだなんていう時にこれちょうどいいサイズ感なんじゃないかなと。まあで PE ラインでぶっ飛ばし仕様にしたらもうめちゃくちゃ飛びそうですし、あとはベイトフィネスのやつで8ポンドラインとか入れてパヒョンってちょっと透明にね入れたい時とかも使うことが多くなるんじゃないかな。あとは数も入ってるんでね、冬場のアラバマリグとかね結構使うんですけども、アラバマリグなんだけどよりタイトナチュラルに攻めたいなっていう時にこのね3インチちょいのサイズ感試してみたいななんていう風に思って買ってきてみました。まあ何にしてもね、でそうだな、重さですね、まあノーシンカーで使いたいよなんて言ってますんでね、これが自体がどれぐらいなのか、ビラップスイマーの 3.3 インチですね、重さ測っておきます。あ、6グラム超えてきましたね。こうね目で見てもね、結構ねこれ塩入っぎゅうぎゅうに入ってんじゃないかなっていう感じ。この下の方にね塩の粒々よく見えるんですけども、6グラムを超えてきてますので、もうほんと単体でもどんだけ飛ぶんだろうって、形がシンプルですからね、でギュッと塩入りっていうことでめちゃくちゃ飛んでくれるんじゃないかなっていうことで、これねボトムアップもね結構あの動画とかでどうやって使うんだよって、あの実際にあの川村幸太郎さんとかが実調しているやつとかね、よく見ることができますので、あれああいうねあのやっぱり実際に作った人が、投げてるね動画とかだとね、ほんとね針のセッティングの具合とか、あとはアクションの、あこういうイメージで使うんだっていうのがすごい分かりやすいからね、ほんといいですよね。こういう新しいワームできるのに合わせて、ね、動画なんかもねスタンバイ各メーカーしてくれてますんで、これのバラップスイマー 3.3 インチの動画もあるのかな、ちょっと後で探してみようかななんていう風に、思いますが、こんな感じのパッケージでね並んでますので、ぜひね、釣り具屋さんで見かけて、あ3インチ前後のそういうワーム好きっていう人にはたまらない仕様のワームなんじゃないかななんていう風に思います。自分もね結構ここら辺のサイズ感のワーム好きなんで、まあちょっとねそうですね、レッグワームとかのあの 2.5、2.9 とかね、あそこら辺もうちょっと今日はボリューム大きくしても、でも4インチ5インチじゃないんだよな、そんな時にねあの実際にどんどん投げてみて、釣果に結びつけてみたいと思います。というわけで本日の釣り子 TV は、パラップスイマーですね、ボトムアップの新作ルアーということで、まあ、サイズ展開がね 3.3 インチってのが新しいよということで一袋買ってきてみました。はい、釣り子 TV でした。